今回のコードブリーフォーラムのテーマは笑顔あふれる一日にです。それでは今日一日どうぞ楽しんでください。ありがとうございます。まずは主催者を代表いたしまして、代表の永山よりご挨拶をさせていただきました。人工授精に3回やってみてダメだったら体外受精に入っていくと、こういう流れが、つまり時期を意識せずに赤ちゃんを作らないと待てば待つほど赤ちゃんができにくくなっているのがあります。時間以上かけて、例えば生理の状態、それから生理とか織物が多いとか少ないとか、月経周期が短いとか、あとは長いとか、もうバラバラですね。ですからその辺の情報をきちんとこちらの方で把握して、それによっては専門相談センターのチラシがありますから、しおりがありますけどお持ちでしょうか。血液がたくさん赤ちゃんにいて、じゃあ頑張って大きくなってもっとたくさん栄養くるわということで、10ヶ月お母さんと赤ちゃんではコミュニケーションを取ってるんです。どこにゴールがあるかわからないですよね。それがものすごく皆さんを多分不安にすると思います。このトンネル、長いトンネルですが電気がついています。我々の役目というのは、おそらくこういう電気みたいなもので少なくとも道が見えるようにしてあげてっていう、モデル体型がここら辺って言われます。で、だけどこの辺りぐらいだと生理が止まってしまうんですね。そして、妊娠にもあんまり良くないんじゃないかな。カロリーが少ないと、脂肪は全部エネルギーにもいきます。